話するぞ。泣かぬなら泣くまで待とう。おとぎさん、もう一度皆さんよろしくご一緒に。泣かぬなら泣くまで待とう。おとぎさんからのだけじゃない。なんじゃこれ。幸せない。まだ知らん方もおるかもしれませんが、本来でしたらこの後11時より、愛知戦国姫隊の演舞があるんですけども、本日、姫隊の方々江戸に行っとるということで、本日来ないらしいでな、すいませんな、代わりに今のわしのだけじゃないで許してくださいませ。さてそれでは、ここから先はわしは葵武将隊恒例の大将会と言ってみましょうかな。さて今日はどの隊が出てくるのか、この隊でございます。だいぶ前に来たな。だけどない。いい名をさ。桜この花この桜。神の名指しこの花の渡辺直松だ。どういうことそれ。わしそれちっちゃいってこと。でかいですよ。なんじゃそれ。中学生よりちっちゃいぞ。やかましいわ。何を言うとるでおるじゃんな。またな。いつも休みのもんの。そうじゃん。何をしてるの。今日おるよ。あれな、ちょっとちゃんとできたら。だって、こんなもんじゃん、大体。モルツアンドちょっと棒立ててみ。これくらいじゃねえ、モルツアンドも。あ、もっとちっちゃい。あ、こんなもんじゃねえ。こんなもん。もっとちっちゃい、こんなもんじゃねえ。こんなもんか。これくらいじゃねえ。はい、どうぞ、言いたいでしょ。おーい、おーい、おーい、言いたいわかんねえ、マイク切っていいですよ。おーい、まだやっとるよ、今。まだ、やりたい。やりたい、やりたいです。やりたいって言ったら、そんなな、それなりの態度で示してもらおうとな。あ、謝れ。まあ謝れ謝れ。何しとんじゃ謝れ。さっさと謝れ。言うとんじゃ謝れ。ごめんなさいって言いたいんじゃん。ごめんなさいって言いたい。言いたい。わしら言いたいじゃん。これなんか言いたいっていうことは言いたい。これ神かもしれん。わし簡単に使われたような気まあまあな。これでなわしらの大将会は小さものいろいろなモノマネが見えるんですけれども。